読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です。皆さんこんにちは、読売新聞の山根です。本日は読売新聞と早稲田大学が協力して実施している国民の政治意識を探る全国世論調査について話を聞いていきます。ゲストは世論調査部の深谷博隆記者と早稲田大学先端社会科学研究所の遠藤正久教授です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。でまあ、早速なんですけどもね、深谷さんにお伺いしたいんですけども、じゃあこの世論調査、これどういった世論調査なのかっていうのをちょっと教えてもらえますか。はい、今回ですね、紹介させていただく今年の早稲田大学との、共同調査は、今年の7月から8月に郵送方式で行ったもので、全国の有権者3000人を対象にした世論調査となります。早稲田大学とのですね、共同の調査というのは2009年に民主党政権に交代した時があったんですけれども、その前からですね、どうも政治に大きな動きが起きているというようなことが分かりましたので、読売新聞と早稲田大学の方でですね、これはちょっと有権者の意識というのをきちんと観測して分析していかなければならないということで、まあ協力しましょうという話になりまして、で政権交代の前年の08年から、面接方式で当時は行っていたんですけれども、はい、2017年からはもう毎年ですね、郵送方式で調査をしていると。で、今年はこの7月から8月にかけて行ったというものになります。なるほどね。これ普段例えばその内閣の支持率とかを、まあ、調査してるじゃない、まあ、世論調査ですよね、毎月一般的に、はい、これとの違いって何なんですか。そうですね、まず一番大きなのは方式が違いまして、うん、定例の世論調査という言い方をしているんですけれども、毎月行っているのは電話で、行っております、うん、電話ですので聞けて 12,3 問といいますかね、それでも結構長くなっちゃうんですけれども、うん、あなたは岸田内閣を支持していますか、支持していませんかとか、政党を支持しているところはありますかっていうようなことを聞いたりするんですが、うん、それでもあまり詳しい内容は急に電話かかってきて聞かれても疲れてしまいますので、なるほどね、そんなに詳しいことはなかなかとは聞けないと、うん、一方でこちらの総代との共同調査というのは、うん、郵送方式というふうに先ほども言ったんですけれども、はい、そうするとじっくりと、文面を見ながらですね、考えてもらって選択肢も丸つけてもらったりとかして、考えながら答えてもらえるという特徴があります、うん、で読売新聞は郵送調査を年4回程度基本的に行っているんですけれども、うん、そのうちの1回は早稲田大学と共同で行うという形で今定例化しておりまして、うん、通常の他の郵送調査も行っているんですけれども、早稲田大学との共同調査であればもう質問作成段階からですね、はい、それこそ遠藤先生とかと意見を交わして、今年はこういうこと聞いてみようよとか、これ聞きたいならもっとこういう聞き方があるよというような話もしながら、うん、どんな調査がいいかというのも考えて、で結果出てきて、あ、ここの数字はこういうふうに分析すると面白いねみたいな話だとか、そういうところも全部共同でやっているものですから、非常に学術的な調査としては意義深いものができているのかなというふうに考えています。なるほどね。今年の紙面ではですね、9月9日の日に紙面で紹介されたんですけれども、私もね、非常にこれ今回興味深く読ませていただいたんですけれども、うん、ありがとうございます。今年の世論調査、何か狙いみたいなのはあったんですか。去年はもう岸田内閣就任1年のタイミングで、また去年も夏だったんですけれども、はい、参院選直後に行いまして、うん、1年経ってあまり評価が定まらなかった岸田首相ってどういうふうに思われているのかなっていうところを中心に、はい、テーマに据えたんですが、うん、今年、これで2年となるので、そこについても聞きたいなとは思いつつ、じゃあ次の総選挙いつやるのっていうのが注目集まってるタイミングだったので、うん、はい、ここはちょっとそこの、政党間の関係性ですとか、うん、有権者の目にどういうふうにその各政党が映っているのか、うん、そういったところを聞いておきたいねと。なるほどね。これからねちょっと細かく聞いていこうと思うんですけれども、ちょっとその前に、はい、バクッとザクッとこういう感じの答えが出てきましたよみたいな教えてもらいたいんですけども、はい、全体としてはですね、先ほども言ったように全体的に政党のイメージどういうふうに有権者が持っているのかというところを聞きました、うん、で長く政権運営をしている実績がある自民党というのが
政策において、まあ、外交とか経済政策ですね、そういった面で、うん、一定程度の信頼感はあるなという一方で、日本維新の会が非常に存在感を増してきているなというのが見えてきました、うん、なるほどね。一方で野党第一党である立憲民主党への評価は非常に我々が思った以上に厳しいものがあるなというのも見えてきました、うん、なるほどね。で一点、その先ほど郵送方式といいまして、うん、でよくネットとかで言われるのが、郵送方式ってことはつまり住所分かってる読売新聞の読者の評価なんでしょって言われるんですけれども、うんうん、はい、実際にはこの郵送って各自治体の選挙管理委員会が、はい、管理しているその選挙人名簿に基づいてそこからランダムで送っていますので、はい、実際にはその読売新聞の読者だけではなくてですね、というかむしろ多分読売新聞の読者はむしろ少数派といいますか、なるほどね、まあまあ、基本的に新聞取っている人がだいぶ少ないわけですので、まあ、新聞取っていない人のところに届くのが、まあ、一番多かろうとは思いますよ、うん、で なんで突然うちに届いたんですかっていう問い合わせも結構ありまして、うん、まあ、いやもう完全にランダムで送ってて、まあ、法律上その認められているやり方なので、うん、そこはちょっと安心して答えてくださいねとは言ってるんですけれども、 なるほど、ね、なので別にそんなに偏ったものではなくて非常に世論を代表するような調査になっていると思いますので、うん、そういう評価であっても今のような政党の評価が出たっていうのは、まあ、意外な部分もあり、なるほどなと思う部分もありという感じでありました。わかりました、うん、じゃあまあ今からちょっと一つずつちょっと伺っていこうかなというふうに思うんですけども、まずその、まあ、内閣支持率みたいなもんですけど、うん、まあこれはね普段の世論調査でもしてますけれども、まあ、支持するっていうのが 37%、支持しないが 54%、まあ、ここ最近のですね、まあ、傾向として、まあ、支持しないっていう人が上回っているので、まあ、こういった感じなのかなっていうふうに思って見ていました。で、その一方ですよ、その一方、やっぱ政党支持率っていうところで見てみると、まあ、自民党が 30% で、で、その次が日本維新の会で 10% で、2番目ですね。まあ、これだいぶ差がありますよね。10% と 30% ですからね。で、こう、立憲民主党はどうかっていうと、まあ、6% と。で、まあ、その自民党の、まあ、政党支持率は底堅いなと。まあ、内閣はあんまり支持しないけども、まあ、自民党は底堅いと。まあ、やっぱり、その内閣支持率っていうのは、まあ、日々の、その、こう、政権運営であったりとか、うん、まあ、政策であったりとか、まあ、そういった部分で、はい、こう、評価される部分がかなりいい、こう、それで、こう、かなり変動する部分が大きいとは思うんですけども、まあ、政党支持率ですね、自民党支持だったりとか、まあ、維新の会の支持もそうかもしれませんが、っていうのは、まあ、あんまりその、こう、日々の、この政権運営っていうのは左右されない。まあ、その政党というよりは、最初に内閣っていうのが前面に出るので、まあまずそこでこう非常にこう変動して、まあ、その中でちょっと蓄積された影響みたいなものが政党支持率に跳ね返ってくると、うん、でそういった意味では、まあ、自民党はやっぱりある程度それを支持する思想っていうのが固くて、まあ、昔からもう支持してますよって、それはあまり変わりませんっていう、うんうん、そういった意識に近いので、まあ、言うなれば まあ、これはよくそのアメリカのこういった政党支持みたいなことで言われることは、こう野球のチームのファンですみたいな、ジャイアンツファンですという場合には、うん、まあ、ジャイアンツファンというのはなかなかずっと変わらないわけですよね、はい、でジャイアンツの成績が良かろうが悪かろうがファンであるわけで、うん、だけど、まあ、内閣支持というのは そこでこう変動する、でも政党支持というのはあまりそういうことで変動しないというような、まあ、そういったこう違いがあるかなというふうには、考えています。なるほどね。で、まあ、その岸田内閣のまあこれまで その仕事ぶりについて、まあ、これ普段の世論調査とは変わった聞き方をしてますけども、これどういった聞き方してるんですか。はい、質問自体はですね、読み上げますと、うん、岸田内閣のこれまでの仕事ぶりについての評価をお聞きします。うん、最も良い評価を10、うん、最も悪い評価を0、うん、中間を5として、あなたの評価に最も近い数字を丸で囲んでくださいという形でですね、まあ、0から10までの数字並べてまして、うん、で、まあ、郵送方式なので直筆というか、うん、その本人に書いていただくものなので、うん、そこに丸をつけてもらうという形で、まあ、その人が何点って答えたのか。なるほどね。まあ、10段階評価ってやつですよね。そうですね。で、まあ、これで岸田内閣の、まあ、いわゆるまあ平均点はまあ 4.1 点ということですけれども、うん、これはこれまでの内閣のまあ点数と比べて高いんですか、低いんですか。これはですね、22年の7月の調査でも同じ形式で聞いてるんですけど、その時の平均点が 5.1 点ということなので、うん、じゃあ1点下がってる、まあ、下がってるということですね、うん、で、数字をもうちょっと細かく見ると、まあ、一応0から10で聞いているので5が中間ということですね、うん、ということは4から、まあ、0から4の間はまあどっちかというと悪いという、うん、
形ですが、ね、5点が平均点ってことですよね。そうですね、そうですね、はいはい、でそうすると0から4で大体 50% の人がそこに入っていると、うんうん、まあ、半分の人はまあ悪いと思っているというのが、うん、現状で、まあ、5というちょうど真ん中っていう人が 30%、うん、でそれより上の人が大体 20% ぐらいということなので、うん、まあ、ポジティブに評価している人がまあ結構少ない、まあ、20% ぐらいで、うん、まあ、ネガティブな人たちが 50% ということで、うん、まあ、評価としてはやっぱりそれほど 高くないというか、まあ、全然高くないというのだと思います。なるほどね、はい、まあ、平均点はまあ今回岸田内閣まあ低いと、うん、じゃあその岸田首相にですね、まあ、どれぐらいまで首相を続けてほしいんですかっていうその問いもありますね、うん、すぐに交代してほしい、まあ、これ厳しい答えですよね、うん、すぐに交代してほしいっていう方がまあ 29%、うん、で自民党総裁の任期が切れるまあ来年の9月まで、うん、これが一番多かったですね、 53%、うん、できるだけ長く首相を続けてほしいという方が 12%、まあ、ボリュームゾーンはまあ一応来年の9月のまあ自民党総裁の任期が切れるまでまあやってくださいねっていう、この答えはまあなかなかこう消極的なこの答えなのかなっていうふうに捉えたんですけど、まあすぐに変わるのもやっぱりこの首相がコロコロ変わるのに関してはやっぱりちょっとネガティブな印象があるのかなというふうに見たんですけども、いかがですか先生。まあ、そうですね、やっぱりそのコロコロ変わることに対するネガティブさと、まあ、あとはその代わりになる人がまあどれぐらいいるかっていうところのこうなんかイメージのなさみたいなものですかね。で、すぐに交代してほしいっていうほどではないかなっていうような、まあ、そういったところかなというふうに思っています、うん、でこれも同じような質問で22年の7月に聞いているんですけれども、うん、その時はまあだから1年前ですね、はい、選択肢としてはすぐに交代してほしいと1年くらいと、うんうんうん、でそれで自民党総裁の任期が切れる24年9月までという、うん、でできるだけ長くて4択になってるんですが、すぐに交代してほしいが 9%、 1年ぐらいが 15% なので、うん、まあ、今回の調査でいうとすぐに交代してほしいに相当する人たちが大体 24% ということなので、まあ、やっぱり増えてはいるんですね。もう変わってほしいという人が増えてはいると。で24年の9月までっていうのは大体同じぐらい、 52% が、22年で、23年が 53% なので、うん、まあ、ここは本当に同じぐらいということで、もうちょっとしばらく、様子を見ますかという人たちですね。でただそんなに長く続けてほしいというほど積極的には支持はしてないというところなんではないかなというふうに思います、うん、なるほどね。でもまあなかなか、まあ、岸田内閣に対してのまあ世論はまあ厳しいぞというのがまあ見えてきますよね。そうですね。ただまあその岸田内閣に対してのまあその評価、いいところもあるだろうと。大体ですね、まあ外交ですかね。この外交がまあ岸田内閣に関してはまあ評価点としてはまあ高いぞという数字が出ているようですね。そうですね。ここがまあ外交が今回は特に高く出ていて、うん、で、まあ、前年のもの、ものよりもやっぱり高く出てると、うん、でこれはやっぱりそのサミットの成功だと思うんですけれども、うん、が、まあ、かなり評価をされていて、まあ、評価をしている人たちがいてですかね、うんうん、で、まあ、今までこう、さまざまなあの政策課題に挙げていた、あ、まあ、これがよくできているというか、うん、まあ、その実績がまた評価できるなというふうに答えていた人たちと、まあ、ちょっと違う人たちが外交を答えるような、まあ、なんかそういった傾向が見えてきていまして、うん、なので、まあ、その外交というのはある種そのこう岸田政権をここまで踏みとどまらせているというべきなのかどうか分かりませんけれども、うんうん、まあ、あの支持の一端を支えているというのは間違いないだろうというふうには思います。でまあ、このいろいろなまあ選択項目ありますね。外交であったり、物価高騰対策、景気や雇用、安全保障、あと少子化対策もありますね。あとまあ統一教会の問題もありますね。ただその外交、まあ、一番良かったという外交ですけれども、うん、まあ、これ評価しているのは 26% と、うんうん、まあ、全体的に見るとまあ一番高いといってもまあ 26% 程度なのかなという気も一方ではしました。でその次に少子化対策や子育て支援というのが 19%、 新型コロナウイルスなどの感染症対策が 17%、まあ、こういった感じで続いていくんでしょうかね、うん、ただ一方ですね、こう特にないっていうふうに答えた人が 37%、 実はこれが一番大きいわけですよね、うんうんうん。
は火星かな。どうしたのお父さん。いや今日の新聞、人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。ネットで簡単、まずは無料で。特にないっていうふうに答えた人が 37%、うんうん、実はこれが一番大きいわけですよね、うんうんうん、まあそうですね、やっぱりその支持率というか、まあ、不支持率、支持しない人たちが 54% ぐらいいる中で、うん、まあ、あのどれも評価しないよっていう人が いるのは、まあ、あのこうすごく自然で、まあ、こう不支持率が高いのでここの数字が高く出るっていうのは、うん、まあ、そんなもんかなという感じがしますけれども、うん、まあ、37% なので、まあ、大体3人に1人ぐらいは、うん、あもう全く何も評価をしないという、うん、まあ、少し厳しい見方ではあるんですけれども、うん、ただなんていうか、あの前回調査で特にないと答えた人が実は 40% いるので、そこから比べると、まあ、若干下がってると、うん、なるほどね、で多分そのこう若干下がった部分っていうのが外交であったりとか、うん、まあ、あと今回少子高齢化、あ少子化対策ですね、少子化対策、子育て支援っていうところが少し数字が上がってるので、まあ、ここら辺にこう上げたんではないかなというふうに、うん、なるほどね、はい、分かりました。でその次のですね、うん、じゃ あの選挙があったとして、うん、まあ、次の衆院選後に、まあ、政権を担ってほしいと思う政党、うん、まあ、これまあいくつでも選んでくださいっていう中で、うん、自民党がまあ51%、まあ、過半数は超えてますね、うんうん、でその次に来るのが日本維新の会ですね、うん、これが 34% で、その次がようやく立憲民主党の 19% というふうになるんですが、まあ、岸田内閣、まあ、先ほど話したように岸田内閣のまあ支持率は低いと、うんうん、ただまあ政権を担ってほしい政党はまあ自民党なのかなっていうのがまあ本音なんですかね、うんうん、そうですね、この質問項目は結構面白い質問項目で、うん、紙面的にはですね、何人の人がどれに丸をつけたかってことしか出てないんですけれども、はい、実は組み合わせっていうものをこれは計算ができるわけですね。例えば自民と公明両方に丸をつけた人がどれぐらいいるかとか、立憲と共産につけた人はどれぐらいいるかとか、うんうん、そういったことがあのこう分かるんですね。なるほどね。で、そういったこう組み合わせの分布を見てみた時に、うん、まあ、最も多かったのは、まあ、自民単独というのは実は多くて、28% だったと、はい、次に維新単独というのが、まあ、12%、維新単独、維新単独政権を望む人たちというのもいるんですね、はい、12% ぐらい、はい、で、その次がなしっていう人たちですね、特に、ね、うん、この丸をつけない人たちですね、なるほど、っていう人たちが 11% いて、うん、まあ、だから何にも期待をしていないっていう人たちですね、うん、でその次があの組み合わせが出てくるんですけど、自民と維新の連立っていうのが 10% 出てくる、うんうんうん、でその下に立憲民主党の単独政権が 6%、うん、で立憲と維新が 3%、 自公が 3%、 自民と立憲が 2%、 令和単独が 2% みたいな形で、ね、じゃあ自公が出てくるのだいぶ後になってからじゃない、出てこないですね。そうですね、はい、そうなんですよ、はい、あの自公が出てくるのは、自公が望ましいと思っている人は結構少ないっていうのが、実態のところ、まあ、ただあの この後の質問で、うん、自公政権の是非みたいなものを聞いていたはずで、うん、そこではあのそれなりの、そうですね、自民党と公明党は今後も連立して政権を担うべきはっていうのでは、そう思うが 28% いるんですけども、うん、まあ、そんなことはちょっととりあえず この質問では現在の議席数は考慮しないでってことを言っているので、うん、そういうこう頭の中を一回クリアにしたところでどういう組み合わせがいいですかっていうふうに言うと、自公っていうのはまあそれほど多くはない、うん、多くはない、でそれよりかはこの自民と維新です、ね、この連立にまあ若干期待しているような感じはあるんですかね、感じが、まあ、まあ 10% なので、うん、あの有権者の 全体というにはちょっと少ないですけども、一部ではあるんですけども、うん、やっぱり維新に対する、まあ、その政権に入ることの期待感っていうのが、まあ、かなりこれで、うん、分かってきたかなというところで、それが例えば自民党と一緒でも入ってくれた方がいいというような期待もあるんだというのが、うん、まあ、今回 あのこの調査で分かったことかなというふうに思います。なるほどね、うん、もうちょっと先に聞いちゃいたいんですけど、じゃあその維新に対するこの期待値っていうのはこれどこから来てるんですか。
これはですね、過去ずっと調査をしてきて、うん、政権担当能力っていうものの評価が維新は結構上がってきているっていうのがあって、うん、他方で立憲が下がってきてるっていうような、うん、そのこう2つの流れがありまして、で、両者はこうもしかしたらコインの表と裏かもしれないんですけれども、うん、そのこう政権運営能力があるっていうのと、政権に入ることに対する期待っていうのは、うん、ただ一つは背景としては大阪の吉村知事ですね、うん、がコロナの時に、メディアにほぼ毎日のように出て、非常に頑張っていると、その、政策が成功しているか否かは別にして、非常に頑張っているというような、なんかそういったこう、評価っていうものを、ある程度こう全国にアピールできたっていうところが、大きかったんではないかな。大阪におけるそのこう維新の評価っていうのは、多分大阪に住んでいる方々の中では、東京に住んでいる私なんかでは分からないようなものがあったとは思うんですけれども、そういったこう大阪でのこう維新の存在感みたいなものを、そのコロナっていう危機に対する対応を通してですね、メディア報道を通して、かなりそれが広がったっていうような、そういった側面があったんではないかなというふうに考えています。なるほどね。さっきその遠藤先生が言ったように、こちらいくつでも答えていいという、次の衆院選の後に政権を担ってほしいという思う政党をいくつでも答えてくださいという聞き方なので、自民と維新というふうに丸付けた人が、もう完全に自民維新連立政権というか、その公明党じゃなくて維新と組んでほしいんだっていうふうに熱烈に思ってる人もいれば、この両党もどっちでもいいよっていうような人もいれば、複数政党での連立のうちに自民と維新が共存していいよねっていう人がいろんなタイプがいるとは思うので、完全にその連立してほしいって思いが上がっているかは分からないんですけれども、一方でやっぱり維新の政党の立ち位置を見ると、ちょっと岸田内閣になってトーンダウンはしたとは思うんですけれども、菅内閣の時なんかはかなりその維新と自民が連携してやるような、場合も出てきましたし、岸田内閣で若干その維新との距離を離れたとは言われてますけれども、公明党との距離も別にそんな近い感じはしないし、で立民と維新が結局そのあんまり連携取れないっていうような話で、野党連携も乱れたりみたいなのがあって、そうするとなんか維新が野党第一党として自民を打ち倒してほしいという期待とは別にですね、政権に入って自民の不甲斐ないところはちょっと直しつつ、でも内部でやってってほしい、今国民民主も似たような感じのスタンスでいるかもしれないですけども、維新がそういうところに入る分にはいいんじゃないっていう世論も一部あって、そういうのがいろんな、層が重なってこういうような数字になっているのかなっていうのはあると思います。なるほどね。大阪に関しては、大阪維新に関してはもともとはね、その自民党からその、分派して分かれていった、政党ですし、考え方としては、公明党と自民党が組むよりかは自民党と維新が組んだ方が、主義主張としては若干近しいのかなみたいな、雰囲気はあるかもしれないですよね。そうですね。これ支持者別にも見ていまして、実は、その自民党支持者はどういうふうに考えているかと割合が全部出てるんですけども、自民党支持者は一番はやっぱり自民単独っていうのが一番多くて、2番目が自民と維新の連立ですね。自民支持者の自民単独は 61% なんですけども、自民支持者の 61% が自民単独を望んでるんですが、維新との連立を望んでる人たちが 14% ですね。でそれに対して維新支持者はどうかっていうと、維新単独がだいたい 49% ぐらいで、自民と維新の連立というのが 27%、 ちょっと高いわけですね。ちょっと高いですね。で立民との連立というのは 6% ですね。じゃあ立民支持者はどうかというと、立民単独がこれは 53% で、次が、維新との連立ですね、でこれが 15%、で、自民と立民の連立という人たちが 7% いるんですが、そういう形ですね。で公明支持者だけが公明単独よりも自公の方が多いっていうような状況、33%。なるほどね。維新に関してはね、馬場代表のその第二自民党でいいんですよっていう発言もありましたし、要するに自民党の補完勢力という立ち位置でありたい、そうなろうみたいな意識はね、あるんでしょうからね。逆に今のお話で言うと、非常に維新が難しいなと思うのは、この世論調査で言うと、そういう自民支持層が一定維新をある程度評価するので存在感が出てくるんですが、じゃあ選挙になった時にどこに投票しますかっていうと、自民支持層はやっぱり第一には自民に入れるんですよね。そうするとなんか思ったよりも票としては維新がここまで本当に存在感を示せるのか、それもコアな支持層がいる立民の方が
実は票にはつながるのかっていうのは、うん、直接は言えないというか、うん、支持率とか評価、有権者の評価はもう野党第一党の地位がほぼこの総大調査とではもう3年ぐらい前からもうすでにそういうような勢いを出ているのに、いまだにやっぱり野党第一党が立民というのは票をそこで食い合わないというのもあるのかなと、うん、だから実は次に衆院選やった時に維新はまだまだ野党第一党の座は得られませんでしたっていう可能性も十分あるというのが世論調査と投票行動の違いという意味ではあるのが分析としては難しいと、ね、なるほどね。まあ、維新がまあ比較的まあ支持を伸ばしていると、うん、その一方でまあ立憲民主党が支持をまあ下げてきていると、まあ、いわゆるこの右派左派のまあ見方でいくと、まあこの左派リベラル系っていうのがだいぶこの支持を落としてきているなというふうに読めますけれども、まあ、そういう意味ではまあ国内まあ全体的にまあその支持というのがまあ保守化しているという見方もできるのかなと思うんですけど、それはいかがですか？そうですね、まあ、保守化っていうのをどういうふうに定義づけるかっていう話にもなるんですけれども、うんうん、そうですね、うん、まあ、一つ、まあ、いろんな背景があるんですね、うん、で、まあ、一番直近の分かりやすい背景っていうのは、まあ、ロシアとウクライナの戦争があって、うんうん、でこれがやはり日本の防衛ですねに対するなんか憂慮みたいなものをもたらして、有権者の中ではやっぱりこう防衛しっかりやっていきましょうと、で そういう意味での保守化というか、うんうん、まあ、右傾化っていうのは確実に起きたというふうに言えると、でそういった意味では、まあ、立憲民主党とか共産党とかは、まあ、少し厳しいような、うん、情勢であるというのが一つで、もう一つは、まあ、もうちょっと長期的な話で、まあ、そもそも左右っていう話自体が、まあ、かなりそのこう、まあ、通用しなくなってきているっていうのが、うんうん、まあ、この20年30年の話で、うんうん、まあ、昔は保守革新で今は保守リベラルっていう言い方だと思うんですが、まあ、そういったものの見方を、まあ、こう共有しているような人たちっていうのがもうかなり高齢層だけになっていて、40代とかより下に関して言うと、まあ、そういったもので政党対立を見るよりはなんかこう現状を変えるとか改革をするとか、うん、まあ、そういった改革志向みたいなもので政党対立をまあ把握しようというような、まあ、そういった人たちがまあ一定数出てきていて、でそこでちょっとねじれが起きていると、うんうん、で自民党は変えない人たちで、まあ、維新は変える人たちであったりとか、うん、まあ、安倍さんの頃は多分自民も変える人たちで、うん、立憲とか共産というのは何でも現状維持っていうふうに言ってる人たちというふうにまあ見られていたと、いうところでのなんか、まあ、そういったこういろんなねじれみたいなのがあって、うん、右派左派とかいうのだけではちょっと物事が今見られなくなっているかなというふうには、考えています。なるほどね。例えばその世代間格差であったりとか、うんうん、あとまあ経済的な格差ですよね、うんうん、もうその左右の分断ではなくてやっぱり今上下なのかなっていう見方もできるんですけど、うん、そういう見方っていうのはいかがですか？とですね、これは、まあ、この調査ではない調査で、うんうん、見てきていることですけども、うん、世代に対する、世代による分断っていうのは実はそれほど認識がされていないっていうのが現状です、うん、でただし、これは、まあ、世代に対する分断の世代間格差みたいなのがあってですね、うんうん、若い人はそういうのをよりはっきり認識していて、うん、高齢だとそれを認識してないというところなので、うん、若い人の中には意識として、まあ、かなりあるっていうのが現状ですね。だから、うん、こう有権者全体で共有はしてないけれども、うん、年少者において、まあ、そういった不満があるっていうのは、うん、これ事実だと思います。ただ実際にそのこう年齢別にさまざまな政策意見比べたときに、うん、すごい意見に違いがあるかっていうと、まあ、そうでもないっていうところもあって、だからそこの部分の分断がどの程度なのかっていうのは今なんかさまざま研究がされているところというのが現状かなというふうに思います。でこれに対して経済格差はやっぱり、あるんですけれども、うん、これもなんていうか難しいんですね。だいたい年収がいくらぐらいだと自分をこう、お金を持っている方だと思うか貧しい方だと思うかっていうのは人によってこれ全然違うので、うんうん、それがこうずれているっていうのが現状であります。で実は、高所得者、まあ、客観的な意味での高所得者の方が経済的な対立っていうものを認識しているっていうような、うん、まあ、そういった関係性が、まあ、あって、むしろ経済的に、まあ、貧しい、まあ、どちらかというと劣位に置かれているような人たちの方がそういったこう対立っていうのを認識していないというような、うん、まあ、問題もあるというところで、なんかこう
いろんなものがねじれて、うんうん、現在は、まあ、生じているというところかなというふうに思います。なるほどね、うんうん、ちょっと次の質問に移りたいんですが、まあ、これちょっと面白いですね。この自民党、立憲民主党、日本維新の会のイメージを聞きますと。で、まあこれいろんな項目があるんですけども、今回の配信はここまでです。続きは次回に配信します。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。X、旧 Twitter でもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。